うわ止まってる。これは条件整ってますね。 OK 決めた。ターゲット、皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです、本日は3月20日月曜日、ヒロピーの FX ニュースをお知らせしたいと思います。来ましたね、強烈なやつが来ました。もう無理でしょうと、感じてます。円一人勝ち、ビットコイン大勝ち展開なような気がしておりまして、今週 FOMC、利上げあるかないか、もうないぐらいじゃないかなと思うんですし、利上げした瞬間もっと市場おかしくなると思うので、もうもはや博打じゃないかなと。はい、現在4時2分をつけてるんですけれども、まもなく欧州市場オープンします。クレディスイスは、UBS の買収価格が、20億ドルとか42億ドルとか、まあいろいろと報道されておりますが、その価格でいきますと金曜日クローズのちょうど3分の1ぐらいの株価になります。さあどうなることでしょう、今日明日明後日今週、はい、3分の1ですね、クレディスイスの株価がさらに、ということで40分の1にリーマンショック前の吸った金から40分の1、 97.5% 下落してたんですが、さらにそこから3倍なのでもう、120分の1、100分の1で 99.何% ダウンというところで、非常に悲惨な状況となってまいりました。そしてですね、まあやはり、ココサイという2013年4年5年に出てきた、まあ、債券がですね、まあ、トリガーしてしまいまして、約日本円で 2.2 兆円ほどの、損失が投資家を巻き込んでですね、まあ盛大なことが起こるでしょうとこれから思います。さあ非常に楽しくなってきました。我々 FX トレーダー、ビットコイントレーダーとしては大チャンスです。こういう危機は儲けに行ける、儲けに行く大チャンスですので、皆さん非常に集中してですね、勝負しに行ってください。はい、さあでは行きましょう。まず概要、クレディスイス買収の概要、に市場の影響について、そしてドル円のチャート分析、ビットコインのチャート分析としていきましょう。まあビットコインが一番パフォーマンスいいですね。はい、まあいいや、まずこっちですね。はい、報道によりますとですね、 UBS、こっちもスイス同士ですね。はい、UBS がクレディスイスを買収というところで、1000億円とかね、さらに60億ドルスイスの政府にですね要望して、さらに買収してあげるからっていうので、まあ手厚い待遇をしなさいやというので、非常に高飛車なことを、高圧的だったんですけども、まあ、かなりいろいろとですねサポートを手厚くなるというところで、 UBS が買収、まあ、面倒を見てあげるということになったそうです。はい、ですね、ここにちょっと情報がですね、かなり更新頻度が早いので、本日書かれている内容がまたすぐに更新されてしまう可能性がありますが、あらかじめご了承ください。はい、4300億円の、歴史的な銀行統合へというところで、スイス中銀は約14兆円の流動性を支援、政府はですね、買収資産の損失を 1.3 兆円保証というようなことが書かれております。はい、ちょっとこの辺の数字はまたくる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 変わります。はい、繰り返しになりますがご了承ください。ニュースのタイムラインを、追っていきましょう。18日土曜日、クレディスイスとの取引について少なくとも4行が取引を抑制、UBS がクレディスイス買収に向けて協議中というところになりました。はい、金曜日から流れている内容ですね。で、その後日曜日、スイス当局が、合併を実現させるために緊急措置を準備中、米当局両行の合意を実現すべく介入してですね、スイス当局が支援というところで、まあ、アメリカも一丸となってこの金融危機にならないように配慮している、サポートしているというところなので、かなりことは重大だったんでしょう。はい、そして、今朝ほど、クレディスイス買収に合意という流れになりました。はい、でクレディスイスの買収概要についてですけどね、ここ数年損失や不祥事、幹部交代、訴訟といった問題が相次いでおりました。特に訴訟では、ソフトバンクも訴訟してたような気がするんですけれども、何かにつけて、業績が悪いので、あいつが悪い、こいつが悪いっていうふうには、な姿勢になっていたのは確かです。はい、まずですね、クレディスイスっていうのはですね、超富裕層を相手する資産管理、投資銀行でございます。ヒロピーでも口座開けれません。はい、最低でもうん十億ぐらいないと、お金をそこに置けるぐらいのクラスの人じゃないと、まず口座開設できないと思っていただいて結構です。あらゆるですね、世界中の
超富裕層を相手したビジネスで、長年成り立っていた、投資銀行でございますが、21年アメリカの投資会社アルケゴスという、最大のブロック取引を起こして数兆円をぶっ飛ばしたちょっとクレイジーな中国人ファンドマネージャーがいたんですけれども、こういったところでも、クレディ・スイスダメージ食らっておりました。はい、巨額損失を出すというところで、特にクレディ・スイスがダメージ食らってたのは記憶に新しいです。そして、昨年のですね10・12月期、1000億ドルを超える顧客資金の流出があった、10兆円ですね。で、ちょっとドル円レートとかにもよるんですけれども、暫定では150兆から200兆円ぐらいの預かり資産高を運用してたんですけれども、そのうちの四半期で10兆円ほど、直近でもねそんな流出があったので、断続的な出金があったので、どんどん運用資産が減っていった、状況でございました。詳しくはまだよくわからないんですけれども、14日のね、年次報告書で、過去の財務報告に重大な弱点があったというふうに公表されているというところで、それが先週のお話です。そしてヒット株主、確か 10% ぐらい持っているんですけれども、サウジナショナル銀行が追加投資を否定っていうので、完全に見捨てたんですね。クレディ・スイスという時価総額を1兆円を超えるような会社の 10% を保有してたのに、それすら捨てると、無理だってことだったんですね。はい、なので追加投資を、やめたというところで、完全に見捨てられたというところでございました。はい、それは事の重大さが分かりません。助けられるのは助けたいですよね。1000億円一瞬でパーになるんですから。はい、はい、では市場への影響なんですが、ドルの流動性供給拡充に向けて協調行動を取ると発表しました。これはもう日米欧スイスが、連合になってドルの供給、ドルを供給することによって、買い差し値を並べればいろんな資産のこの急落を少しでも食い止められますので、ドルの流動性をすごく、出すよと、金融緩和ですね。はい、もう無理だと思いますが、はい、そういうことを発表したんですね、日曜日に。はい、ドル建ての支払い義務をアメリカ以外の金融機関が直面するドル調達難を緩和する狙いがあると、一度落ち着いたと見るよりもさらに金融危機懸念がやってくる可能性ありというところで、もう早速、ドル円が、この1時間でまた急落開始という状態になってます。現在130円の94銭あたりで推移しております。さあ、というところで、こんな状況でございますが、今週の注目の経済指標などを見ていきましょう。はい、本日は、経済指標はないんですけれども、11時からラガルド総裁が発言します。これかなり注意ですね。昨日今日の値動きマーケットの、を見てですね、絶対コメント求められると思いますので、ユーロポンド動くと思います。要注意です。11時、はい、夜ですね。明日、もうほぼシースルーになりそうですね。RBA 議事録ももう過去のことなのでほとんど重視されないでしょう。カナダの CPI も一応減少傾向にあるので、これを見たら利上げはもう確定的に、できないだろうというのが、再確認指標発表になりそうなので、結構鈍化してますね。 5.9 から 5.3 なので、はい、というところで、再確認指標みたいになるでしょう。消化試合なもんでしょう。はい、重要なのは水曜日ですね。はい、イギリスの CPI です。まず CPI、RPI ですね。はい、徐々に鈍化傾向なので、これはこれで良いでしょう。これより下回るのであれば、さらにポンド売りの材料になりますし、確実にもう利上げはないだろうと、もしかしたら今週の BOE の利上げもないとか、そんな話になるかもしれませんし、ちょっとこの指標は意外と注目です。僕はポンド円ショートしてますんで、4時注目してます。そしてお待ちかね FMC、夜中の3時ですね。一応引き上げ予想なんですけれども、さあどうなることやら、今日のマーケットや明日のマーケットを見て、ここがもしかしたらなくなるかもしれませんし、個人的には引き上げていただいて結構です。多分ぶっ壊れるんで相場、はい、もっと急落すると思います。そしてパウエル議長の発言を注視するというかな、流れですね。ちなみにアメリカのファーストリパブリック銀行というところが、非常に話題になっております。株安が止まりません。その後どういうふうに波及していくのか、チャールズ・シュワブというネット証券も危なそうです。はい、アメリカも、かなり金融機関や、証券会社も危うくなってきたのではないでしょうか。はい、そして木曜日、さあ5時半注目ですね。スイスの政策金利を引き上げるのか引き上げないのか、こんな買収騒動、買収劇場を起こして
引き上げられるのか、 1% から 1.5%、 ただ3ヶ月に1回なのでね、まあ、やるかなとは思うんですけれども、これが一発で最後かもしれません。はい、非常に重要です。はい、そして BOE ですね。一応こちらも引き上げ予想ですが、さあどうなることやら、 FMC とかスイスの様子を見て、もしかしたら現状維持かもしれません。もしくは利下げするかもしれない。はい、BOE の理事メンバーって結構アクティブなので、急にいきなり利下げとかいうような気もしなくもないなと思ってます。その場合はポンド売りでしょう。はい、はい、金曜日我らが日本の CPI ですね、順調に減っております。安心安全の日本円にまた棚ぼたでゲットしそうな感じです。個人的にはもう120円方向に、確実に向かうのではないかなというふうに予想しております。はい、そしてイギリスの小売りに、PMI ラッシュでございます。はい、ここはねちょっと経済指標の中でフランス、ドイツ、欧州、イギリス、アメリカと、連発します。ここも低下傾向、事前予想を下回るのであれば、よりもう利上げは絶対ないねっていうので、まあダメ押しとなる発表なので、まあまあ注意して見ておくべきかなと思います。はい、まあ、特に50を超えてると景気のその水準を平均を上回るか上回ってないかっていうところなので、50直近超えてたのはこのフランスのサービス業種 PMI、 ドイツのサービス業種 PMI、欧州、まあ欧州は全部 PMI が50以上だったんで、ここがどんだけ下げるかによって結構期待のリスクオフが走るかもしれません。イギリスもそうですね。はい、ここはどんだけ下手ってくるか、アメリカもそうですね。てかもう全部 PMI はサービス部門が今週勝負みたいですね。まあ、製造業も上がっても50は超えないんじゃないかな。まあまあまあそんな感じです。あと総合ですね。総合が一番大事です。予想は、いつもありません。50.1 を下回るか下回らない。あ、50.1 なので、まあ、50を下回るか下回らないかによって結構リスクオフで円買いになるかもしれません。さあ、まあそんなところでですね、クレディ・スイスが発行していたココ債という劣後債の中でも一番ごっついやつですね。そこが、条件を満たしてしまったので、全損、投資家が 2.2 兆円ぐらい損失が確定しました、今回の騒動で。でさらに、株価が3分の1スタート、このあとどういうふうに波及していくかというとですね、 BNP パリバ、ドイツ銀行、BNP パリバが1位、2位、フランスで第2位のソシエテ・ジェネラル、あたりが影響を受けるでしょうと。はい、担保金のマージンコールが起こる可能性、そしてまあ今日も株価この3個は落ちていくでしょう。そして怖いのが中国の理財商品もこの国債も含まれてたりしますので、まあ波及、全世界に波及していくだろうと。担保していたものが、小さなものがなくなった、そして金融緩和で埋めました、投資していた社債、なくなりました、株価が下がりましたって、まあいろいろとあったものがなくなるので連鎖しますよね。なので銀行からも出金するし、持っていた、債券は売りますよね。おそらく世界中の劣後債は全滅します、これから今週。はい、非常に FX トレーダーとしてはやってきたと待ちわびた展開が、ございます。ドル円分析いきましょう。はい、チャット分析行く前にちょっとポジションの紹介しておきます。先週も超強気だったので、先週末の持ち越しですね。ドル円、まあ、135円の10銭で実は引っ掛けられて、1ピップ引っ掛けられて下がったところを泣く泣く再ショートしたんですけれども、ドル円 133.62 とか65とか、売りポジション3つ持ってます。ユーロ円もポンド円も、ユーロ円、ユーロ円、5ドル円、ニュージー全部ショートです。全オール円買いです。カナダ円だけなんか持ってないだけです。あ、スイスかと。はい、オージーニュージーはちょっと血迷ってロングしてみました。はい、まあ、そういったポートフォリオになっております。まあ、ドル円はもう200ピップ以上は含み益かなというような状況です。はい、チャートですがこれですね、これ日足でございます。まあ、十分調整したでしょう。まあ、ここから引くとちょっと微妙なんですけれども、ここはすったかないですね。去年の10月の152円ギリギリ手前をつけた日で、まあこの辺のね CPI ショックなどから引いてみたりとか、この辺の高値から引いてみたりってなると、結構ねフィボナッチがワークしてくるんで、まあ半値戻しのちょうどいい頃合いだったのかなというところまで戻っていたんですね、実は。
はい、そして、切り返してきました。おそらくもうこの127円の25は個人的にはもうターゲットにしているので、まだまだ下がって、貫通していくのかなと思います。これから悪材料どん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 知らない名前がポン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 出てくると思います。ドミノ倒しスタートだと思いますので、皆さん下手にロングはしない方がいいんじゃないかなと思います。株持ってる人も気をつけてください。ビットコインは上がります。はい、ビットコインは上がりますが、まあ、あんま断言しない方がいいですね。まずですね、もう正直売り一辺倒で結構かなと思ってまして、なんか今日東京市場なんか平和ボケしてたのか、皆さんなんでロングしちゃったんだろうと思ってるところですが、まあ、クレディスイスがね3分の1株価スタート確定的なのによく分かんなかったんですが、まあ、一応ちょっとショートカバーがこれがいい布石になりました。はい、よってですね、下手にロングした人もプレイヤーも増えてるでしょう。はい、まずはトレーダーズ証券みんなの FX のポジションの傾きからいきましょう。売買、比率直近は売り優勢でしっかりみんな含み益を持ってますね。買いは、全滅している様子です。まだ下で捕まったのもいるので、なんか、売りトレードが、うまく成功しているようで、彼らがどこでリグってくるかなどを考えそうですが、売買比率で見てみますとですね、なんと 62% もロング溜まっております。なので全体的に見ると完全にいつもより、多い、買いが溜まっている状態ですね。ユーロ円もそうですし、ユーロ円は人数はちょっとショート多いか。でポンド円は買いですね。5ドル円はニュージー円はもう言わずもがな、買い、かなり溜まっているご様子です。はい、まあ、よって日本人トレーダーは全員捕まりつつあるのかなという現状ですので、まあまあまあまだもっと下がるのかなというふうには個人的には考えております。あ、急に増えましたね。今131円からちょっと反発したので、ここから難品勢がですねやっぱりわさーっと入ってくるので、彼らがブスッと損切りを巻き込まれていくような、イメージが個人的にはございます。はい、そしてフィボナッチエクステンション引いてみました。まあぶっちゃけ目先のターゲットがもうよく分かりませんので、直近の節目を除いていくと、まず今さっきつけちゃいましたね、この今朝の上昇に対してのエクステンションのターゲット 161.8%、伸ばしが130円の90銭だったね。ピタリ賞ですね。次どこっつったら2倍の 200%、 130円のまあ50銭ぐらい、ちょうどいい頃合いですね。この辺が今晩の目先ターゲット一つのターゲットになるのかなというふうに考えております。今日中に130円割れるか割れないか、まあどうでしょうね、わからないです。こういった局面っていうのは本当に何年に一度ぐらいしかありませんので、思わぬところまで行きますし、明日日本祝日ですよね。なんかちょっとフラッシュクラッシュ的なものもあってもおかしくないかなと思いますので、僕はリミットフリー全部外してます。急落狙いなので、もしフラッシュクラッシュがあって5、6円吹っ飛んだところは買いを入れる予定ですけれども、まあそれ以外はまだひたすらショートキープ、まあ、また水曜日お話しします。はい、FOMC の戦略も踏まえて、またファンダメンタルズすごい変わってると思いますのでね、まあ、レバレッジ上げすぎず、含み益ある人は別にいいんですけども、これからエントリーする人は、まあ、レバレッジ上げすぎず、ボラティリティに、負けないようにうまくコントロールして、ゆっくり積み増してトレードしてみてください。急落しているので全くターゲットがもうイメージつかないので、まあここでしょうかね。あ、でもここさっき今 261% 1時間足でありましたね。129円の80銭ぐらいに、ちょうどこれ前回の安値129円の83銭とあったんで、あ、ちょっともう一回戻そう。これは止まりそうだな。これは止まるぞよ。うん、ドンピシャ、これは止まるでしょう。これは条件整ってるんで止まりやすいポイントです。もうちょっと下だな。来てる。皆さん完璧ですよ、これ。130円一瞬突っかけるぐらいがちょうど頃合いかもしれません。って言っても、あと1円ちょっとか、125ピップスですね。まあ、
まあ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 今日明日ぐらいにイメージしておきます。ここここ抜けちゃうとここか、128でもありそうですね。128円もなんか止まってそうですけどね。うわー止まってるこれは条件整ってますね。 OK 決めた。ターゲット130円、旬割れ129円の80銭ともう一つエクステンションの128円手前行くのかな。本当に自分で分析しときながらそうですが、結構条件整ってますね。ただこのエクステンションは非常に今いいリズムですよね。1時間足でここで止まってね、今130円の90銭でピョンって止まって、で次130円の50銭で止まってもう一回跳ねて131円から売ってまたこの128円の90、129円の80銭狙うとかっていうデイトレはありかもしれません。はい、というふうに、ちょっと、僕は今日明日この辺をターゲットに意識して、また水曜日答え合わせ、できたらなと思います。その他ですね、ビットコインの方がもう爆騰中です。フィアットが紙くずになるという相場の認識でしょうか。マーケットがですねもう相当フィアットを嫌っている、世界の、資本主義を嫌っている表れのような気がします。持っていたビットコインが、なんとプラス137万円になってまいりました。非常に喜ばしい展開です。あ、ちなみにこれはあの1月21日から運用開始というちょうど2ヶ月での成績ですね。はい、ぴったり2ヶ月ですね。毎年1000万円で、暗号通貨運用しておりますが、今年はまず楽天ウォレットのレバレッジ取引で300万からスタートしてます。まあ、その他海外口座で500万とか予備資金200万とか入れてるんですけれども、準備してるんですけども、今初回今年2ヶ月は300万だけで日本円では運用してますが、今のところかなりのパフォーマンス 30%、40% か、ぐらいの運用成績で推移しております。ビットコインはですねもう完全に今回の金融緩和、財政出動、銀行を助ける資本の期待で買われるプラスリスクオフで、買われるというちょっと無双状態に入っています。なのでしばらくニュースが出るたびに上昇するのではないかなと思ってます。ターゲットとしてはですね、週足でねかなりいいポイントが、ね、ここの380とかのこの辺ですね、今重要なレジスタンスラインぐらいに近辺にいるのと、もう一個上はどこよという話なんですが、まあここをちょっと見にくいかな、ちょっと拡大します。今現状ここで跳ね返されてるんですけれども、まあ押し目ネックラインって言ってもまあこの2340万ぐらいなんですけど、まあ押さないんじゃないかなと思ってます。勢いが強すぎるんで、押してここ340がもう安値直近向こう数ヶ月ぐらいのイメージです。で拾ってアップ狙って420万ターゲットかなと、まあ400万とかね、ドル円128円ぐらい、129円130円弱ぐらいで計算するとドル建てで、3万ドルとこの400万円がぴったり整ってくるので、はい、この辺が目先上値のターゲットかなと思います。なのでそこに到達したら1回半分ぐらいリグってもいいかなと。ですぐ押し目買い、すかさず押し目買い、そこから 5%10% 調整したらすぐ押し目買いでまた500万円方向を狙ったトレードをしていこうかなと思っております。これねちょっといびつですけども逆算損ですからね、綺麗に決まりました。ネックラインなんでもう最後の次の押し目買いのチャンスは340万ぐらいしかないのではないかなというふうに考えてます。今回の金融危機大きくなればビットコインは非常に上昇していくのではないでしょうか。これほどフェアなアセットはございません。まあ今回のここ際、で嫌になったでしょう。はい、それがマーケットの答えとして今週大きく出るような気がします。はい、ちなみにさらにこれから急落する材料としては米国債10年債と2年債の比較しますけれども、この逆ざやが巡航に戻る頃でしょう。はい、
間もなくですね、長らく長短スプレッド逆転しておりましたが、もう残すとこあと 0.4% はもう切ってますね。 0.35 ですね。このつい3月8日とかだとね、この乖離具合は 5% と 4%、 1.1% ぐらいあったのに、あと 0.35% しかないですね、この乖離率が。これは逆転してきますから。 FOMC 利上げしないなんてなったらもう絶対逆転する。絶対ってまた言っちゃった。それだけちょっと意気込んでるんです。熱を帯びております、私今日は。なので、まあ、それぐらい勢いよく短期金利が下落、して、まあアメリカの金利はすぐに利下げに転じて 3% を目指す政策金利ですね、展開を予想した値動きになるのかなというふうには考えております。今 4.75 ですもんね。いくつ下げるんだ。7段階下げれそうですね、年内。それぐらいで考えております。さあ喋ってるうちにガンガン落ちてきました。さあ欧州市場始まります。あれ夏時間かも、もう始まったのか。クレディスイス見ときましょうか。よっ、あ、取引停止中か。オープンしてないですねまだ。あ、これニューヨークだもんな。ニューヨーク時間だ、ごめんなさい。ニューヨークに上場してるの楽しみですね。ちなみにこれがファーストリパブリック銀行です、先ほど申し上げた。これも皆さん今日は注意ですよ。FRC 覚えてください。クレディスイスは CS です、トレーディングビュー。そして先ほど申し上げたチャールズ・シュワブ、コーポレーション、こちらは SCHW です。今週はこの3社がネタになると思います。はい、喋りすぎた、終わろう。はい、ドル円さらに下落してきております。ターゲット129円の80銭まであと90銭というところまで来ました。はい、かなり僕今日は僕語気を強めにして、騒いでおりますが、まあそれほど急落相場を期待したトレードということで、ご理解ご容赦ください。ロング持ってた人はすいません。はい、はい、そしてですね、今初月無料にしている、サロン、当社のサロンでございます。ポジショントークは僕が勝手にしております。赤裸々に告白しておりますので、見たい方は見てください。ポジショントークは無料で公開中です。有料配信はかなり増えてくると思います。このクレディスイスネタや金融市場ネタが、かなり活発化しているので、よりトレーダーさんの有益な情報になるように、有料配信はかなり力を入れていくでしょうと。まあ、だいぶネタがね豊富になりそうですから。はい、というところで、月額3980円でやっております。現在580何人まで増えてきました。600人まであと少し、ぜひ皆さん入ってみてください。真似してたら相当収益が多分今年の四半期は上がっていたのではないでしょうか。はい、そして、本日のスポンサーみんなの FX でございます。なんとこのタイミングでハンガリーフォントがリリースしてしまいました。今日から開始かも。かなり金利が高い通貨でございますから、ロングを推奨したいところなんですが、逆にこんだけ高金利な利下げに転じる可能性があるんで逆を言います。他社だったらこれロングのおすすめ、スワップポイントたくさんつくよと宣伝しているでしょうが、当コンテンツではあえて逆を言います。ショート面白いかもしれません。めっちゃスワップ取られるかもしれませんが、急落狙えるそうなので、まあ、取引すればね、なんかこの申し込みの該当キャンペーンに該当すると思うので、まあ、ぜひ、急落を狙いたいという人でしたら、ぜひこれで、こちらでハンガリーフォントスラッシュ円で取引してみてください。まあ、ロットだもんね。いいねこれ、ロット取引なんでいいかもしれない。マイナススワップぐらいはペイできるかもしれませんね。はい、はい、というところでぜひ、お試しください。以上ヒノピーの FX ニュースでした。ご参考まで。